春日大社を目指してなんかさ歩きます。美術館のさ植物園を過ぎて歩いてきます。ないよ。あれ？モテる鹿にモテる旦那鹿が鹿せんべい店内にありますけど本で すごい購入発生したらいいかな。いや、なんだろう、木が誰、なんだろう、鳥火になっちゃったのかな。いうことかな。ここ動かないよ。芝手入れしてるのしてるだろうね。あ、出してきた鳥じゃない。すごい、なんて見晴らしがいいの。今日のお宿にも3階の部屋に向かいます。お、綺麗、すごい広い印象。ここに鏡があって、お、なんかここでも寝れるし、上も寝れる、ね、寝れるみたい。2人くらい、4人くらい泊まれるのかな、これ。うん、ね、なんか広いね。広い。え、お風呂なくない？お風呂どこ？すごい綺麗だけど、お風呂はこっちかな？あ、ここが洗面台でした。なんかおしゃれな感じで、下に私がいつも使ってるのと一緒、サロニアのドライヤーがあって、ここにトイレ、トイレに壁がない。で、電気どこだ、ここか。わ、浴槽がすごい綺麗な感じ。どこのだろう。ボディーソープ、イタリア製のボディーソープ、メーカーわかんないな。良さそう。こんな感じ。これコーヒーかな。あ、違う、抹茶グリーンティー。これはジンジャー&レモン。紅茶、紅茶飲む？後でにする。ここにはティッシュと、これは何だろう、
鳥軍団だ。本当だ。グリーンだからちゃんが。本当だ。夕方散歩。いい感じのスタバですね。ねえ、スタバがこんなところに。かわいい。焼き芋しながら。すごい。哀愁漂うおじさんな。スタバからの景色。夕方で。なんかいい感じ、月出てて。鹿たちいなくね。鹿いなくなったね。あっちにいる、あっちにいる。うん。どこかないの。夕方は夕方で。綺麗だね。帰りましょう。疲れた。お揃いのやつ来ました。パジャマ。休みの日だ。赤穂の最新館を休館しております。奈良仏像館、新道館をご覧いただきます。え？新館見れない。なんと休館。そんな、これ休館なの今日。休館なら、もう本当に休館に当たるね。
見てくか。見てみよう。よし。無料なんだね、だから見てったのか。なるほどね。タダだね。ねえ、鹿がいっぱいおります。あ、すごい、音だけで気づいた。あげた、一匹やってきた、一匹。ほら、一匹やってきた、一匹。きっとメスをね、取り合ってるんじゃないかなと。違うかな。お酒も飲めるみたい。カフェだね。夜ちょっとだけあるみたい。ティーとリンゴジュース。休憩します。